さあ、長文の授業がやってまいりました。皆さん、以前からですね、このお話はさせていただいております。情報構造。具体的に言うとですね、長文のその正解の根拠、ヒントの決め手となっている内容は、文章の後半に存在している可能性が極めて高いですよ、というお話でございます。でもちろん、それを具体的にお伝えすると、皆さん、B 動詞の右側、一般動詞の右側、助動詞の右側、そして前置詞の右側、さらには否定語から右ですね。もちろん具体的にはこの右側の例文をご覧になっていただけると嬉しいかと思いますが、これを、皆さん今からですね、体感していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ皆さん行ってみましょう。2017年第3問。A の問いの1番ですね。皆さんこの27番に入れる問題でございます。このタイミングで、一旦止めていただいてですね、皆さん考えていただいてもよろしいかと思います。テーマさん、Do you have time? 時間はありますか ?Later today, 今日の遅くに。で、To check the draft of my speech ということで、私のスピーチですね。それの草案、仮案、それをチェックするための時間はありますか ?No, I'm afraid. いや、ごめんなさいと。I don't have time today. 今日は時間がないんです。で、I have several appointments this afternoon ということで、私は今日の午後、いくつか予約が入っておりますと。で、I see, わかりました。で、Yes, and please send it to me ということで、私に送ってくださいと。by email, email で。で、so I can read it before you come ということで、あなたが来る前にですね、私がそれを読むことができるようにするために、email で送ってくださいねということです。サムさん、27番、選択肢ですね、考えていただいてもよろしいかと思います。で、もちろん、正解は2番ですよね。これでよろしいかと。サミさん、大切なのは根拠なんですが、皆さん、なんで2番なんですかって言うとですね、おそらく皆さん、このあたりですかね、皆さん、you come のあたり。ここに皆さん、you come があるので、それに対して、I come。これの対応をおそらく考えていただいたんじゃないかなという感じがいたします。ですから、皆さん、根拠は確かにこのあたり、you come のあたりでいいんですが、で、これに対して皆さん、I come ですね。こういう感じで繋がっていくと思います。で、先ほどの皆さん、情報構造の話を考えるとですね、確かに皆さん、文末が根拠になっておりますし、もしくは皆さん、ここにですね、can read、皆さん、助動詞がいるんですね。ですから皆さん、助動詞の右側、助動詞の後のあたりが根拠となって、で、ちゃんと正解の選択肢もここにですね、ちゃんと could という助動詞がいますよね。その助動詞の右側、助動詞の後ろがヒントとなって、しっかり答えが見つかっております。どうでしょうか。で、続いて、その次の問いの2番に行きますね。さあ皆さん、次の問いの2番でございます。もちろんこのタイミングで一旦止めてですね、考えていただいてもよろしいかと思いますが、どうでしょうか。いきますね。で、How about going to Memorial Park、this weekend? ということで、まあ今週末ですかね、Memorial Park に行くのはどうでしょうか。で、How far is it from here? ということで、まあここからどれぐらいの距離のところにありますか、どれぐらい遠いですかと。で、Well, it takes about 2 hours ということで、まあ大体まあ2時間ぐらいかかります。By express train ということで、まあ、特急、急行で、電車ですかね。で、oh, that's a bit far ということで、まあ、ちょっと遠すぎるな。How much is it to get there? ということで、まあ、どれぐらいお金がかかるのかということですね。で、about 6,000 yen。まあ、だいたい6,000ぐらいです。But I've heard it's really beautiful ということで、いや、でも、めちゃめちゃ美しいっていうことを聞いてるよ。で、I know. わかってるんだけどね、てんてんてん。で、Let's find somewhere else to go ということで、まあ、ちょっともう別のところをもう見つけようよ。というお話でございます。さあ、皆さん。答えはどうでしょう。もちろん正解はこれですよね。3番。That's much too expensive ということです。で、おそらく、これをも、まあ、選択3番を選んだ根拠は、皆さんこのあたりを
確定できる根拠にしてるんじゃないかなという感じがいたします。とにかくなんか別のところを見つけようよというお話でございます。ということは、相手のこのケンさんですかね、の提案を拒絶しているということです。ですから、選択肢の中で拒絶しているものと言われたら、選択肢の3番だろうということです。でじゃあ、具体的に拒絶してる内容はどうですかと言われたら、多分このあたりですよね。Much too expensive ということです。ですから、高すぎると。だから、別のところを見つけようという話につながったかと思います。で、皆さん根拠、この線を引っ張ったところです。ちょっと見ていただけますと、皆さん find somewhere else to go であれば、皆さんに出だしてレッツですよね。皆さんレッドという一般動詞の右側ですよね。そして皆さん選択肢の3番、もう much too expensive。このあたりを、と思ってると思うんですけども、やっぱり皆さん that's、B 動詞ですよね。B 動詞の右側がヒントとなって、答えだというふうに思ったと思います。ですから、皆さんこういう感じで、一番最初のところでもお伝えしましたが、一般動詞の右側、B 動詞の右側がしっかり根拠となって、正解を導けますので、ですから皆さん、長文の予習ですかね。普段の授業とかの予習をやるときにも、おそらく根拠を考えるかと思うんですが、その根拠のところには、ちゃんと一般動詞の右側が根拠になってるかどうか、B 動詞の右側を根拠としたかどうかですね。そのあたりを少し意識して考えていただけるとよろしいかと思います。では、頑張ってくださいね。